皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。高橋みともでございます。はい、今回は、ポケットモンスター41夜の感想です。2019の感想でございますと。今の感じでいくと、2話ね、2話扱いなので、実質2話分なんですが、半分沼津と、ピカチュウアテレコ大作戦というその一つが今放送されたのを、プニシさん確認したんですが、正直、待てーばっかりした。なんで待てーなのかっていうと、まず、オープニングが、中途半端すぎる、スタートが。配信上、十何分からスタートっていうのおかしくないと。そしてもう一つ言えば、ピカチュウの声をアテレコするよっつって、どんなかいやねんっていう感じでさ。とにかく今回は待ていいの書いてきた。ということで感想はこんな感じです。そして来週はポケットモンスター2019、ソードアンドシールド編でございます。さあ、どんな回になるんでしょうね。うっぷぬしさんも想像つかないでございます。ということで、まず、そんな感じで、感想終わります。これ日曜日に上がると思っててください、基本。ご視聴ありがとうございました。